はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、大阪に来ておりまして、とあるお店に訪れております。僕もですね、動画の方で何度もお世話になっております神奈川県にございますハイパーファットンさんが、この大阪にですね、セカンドブランドを立ち上げまして、知らんけどファットンという、まあね、ネーミング的にはもう可愛い名前なんだけれども、ちょっとね、もう一杯目来てます。一杯目のラーメンがね、もう全く見た目可愛くありません。暴力的な一杯でございますが、こんな感じでですね、ハイパーファットンさん系列の、二郎系がですね、こちらで食べれるということなので、本日はですね、3杯ほどラーメンをいただいていこうと思います。で、まずですね、一杯目にいただきますのが通常の醤油ラーメンということで、ひとまずですね、こちら出来立てを早速いただきます。今日ね、新幹線10時過ぎに乗りまして、ただいま現在時刻が3時過ぎということで、一日ね、何も食ってないので、今日のこれがね、一食目です。お、すっげ。うま。だしですね。めちゃくちゃだしですね。全然違いますね。うまっ。うまっ。何これ。ごめんなさい、本当にね、僕もその神奈川のある、ハイパーファットさん何度もお世話になってて、もちろん好きなんだけど、ごめんなさい、こっちの方が好きっすこれはね、本当に好みによるとは思うんですけども、やっぱりね、関西はだし文化なので、それに合わせて本店とはまた違った、味の調整をされてるみたいで、本当にね、このね、見た目はパンチ力あるんですけど、だしって感じ、優しいんだけど、まあ、濃さっていうか、そういった部分もしっかりあるラーメンだね。ちょっとこれを食べに関西また来るのしんどいんで、ちょっと向こうに関東の方にもこれをで、これね、バラ肉ですね。このバラ肉と一緒にね、ぜひご飯とってことなんで、もうこんな感じでいかせていただいていいですか。めうわ、うまそう。うん、あ、うまっ。うん、あ、うまっ。これ間違いなく米ですねちょっと麺いこうか。いや、この麺たまんねえなうまそううまっ。ちょっと画面外ですけど、ハイパーファットさんのね、オーナーさんも目の前にいるんですけど、目の前でこっちのが好きって言っちゃったんだよねそれぐらいうまいんだけど、すげえうまいなうん、うめえ。やっぱりね、普通の二郎系と違ってチャーシューがね、バラ肉に使ってる分、お肉のね、香り強めなんだけど、それとね、このネギとかキャベツ一緒にあえて食べるとね、そこがバチッとはまんのよね。うまっ。まだちょっとこの後のラーメン控えてるんですけど、すみません、ご飯おかわりいいですか。
まず1杯目も一瞬で完食してしまいました、ね、この後ですね塩お願いしたいと思います。いやマジでうまい。ありがとうございます。特別に豚丼うわということで本日2杯目のラーメンが到着しました、2杯目にいただきますのはですね塩のラーメンなんですけれども、今回は特別に、こちら巻きバラのチャーシューもいただきました、このチャーシューなんですけれども数量限定で通常営業時も販売するそうなので気になった方はぜひ買ってみてください。そしたら2杯目もいただきます。さっきがうまかったからな。塩の方には魚介系の出汁が入ってるみたいなんですけど、やっぱね出汁感もしっかりある。その分ねもちろん、でもそれ以上にこの油と塩の旨味でとんでもなくうまい豚バラ食べてるようなそんな感覚になる。やっぱ油がうまいですよね。ああありがとうございます。やっぱね油の香りもしっかり強いので塩の分この豚の香りというかお肉の香りがね乗るんですよ。あ、麺うまっ。おー、あ、あります。あ、生姜。ちょっとトッピングに追加でですね、塩に合うということで、こちら生姜もいただきました。なるほどね。といただいたこの生姜も合わせていただきます。うん、うん、これだな。気持ちか。そうだよ。これだな。これ絶対。大阪のお客さん喜ぶでしょうね、この感じの。それをイメージしてる。めちゃくちゃうまい。これ贅沢に。そしたらちょっとね、これ限定の巻きバラのチャーシューですね。うわすっげえ柔らかっ。うわもう箸で持ってると崩れちゃうよこれ。うわ。あうま。あ、まあ、このね今塩いただきましたけど、ほんでベースも美味しいし、いただいたねこの生姜のトッピングベストでした。ごちそうさまです。うわっ。ということで本日のね3杯目醤油の混ぜそばなんですけれども、チーズトッピングということで、もうねこの見た目から急にジャンク感増しました。うまそうね。ちょっとねこちらもいただきます。ベースのトッピングは先ほどのバラ肉に、鰹節、キャベツ、フライドオニオンに油と、混ぜる余白がない。パンパンだ器が。わもうねこれ混ぜてる時から香ってくるこのブラックペッパーの香りね、うまそう。いただきます。あーうめえ。うちお店やってない。うんうん。でも見た目に反してガツンと系っていうよりかやっぱりしっかりとベースのこの出汁っぽい美味しさっていうのかな、そこにこの鰹節の旨味とかね乗っかってくるんで、意外にねパンチ力っていうかこのうめえっていうタイプ。うまっ。でちょっとこの辺りで卓上にありますこの唐辛子を使って一度ね味変したいと思います。これやばいね。うーん、あー唐辛子合うな。
でもやっぱりねベースにしっかりと醤油の甘みとか鰹節の甘みっていう部分が加わっているので、そこにこの唐辛子のね辛みを和えるとさらにね味がバチッと決まりますね。うまっ。いやうまい。そしたらね続いて本日の最後のメニュー作っていただいておりますので、こちらね完成するまでもう少々お待ちしたいと思います。でもね僕もこの大阪方面関西方面で二郎系ラーメンとか撮影以外とかでもね食べる機会ちょこちょことあるんですけど、こういったねだしっていう感じの二郎系ラーメンってなかった気がするんだよね。やっぱ今ある既存のお店なんか結構ガツンとしたようなそんなパンチのあるね、二郎系ラーメンを提供しているお店さんは多いと思うんですけれども、こういうラーメンを食べたかった方結構ね関西には多いと思うので、そういうお客様にはビタッとハマる一杯ばかりだと思います。あ、ありがとうございます。うわ、うまそう。そしたら本日ですね最後にいただきますのはこちら汁なしすっぱ麺ということで、ハイパーファットさんね行ってなくて知らない方でもコンビニ等でねもともとカップ麺でも販売したようなメニューになりますので、いわゆるハイパーファットさんの中でも結構代表的なねメニューの一つだと思うんですけれども、見てこんな感じでございます。これがねうまいのよ。でこのねスッパ麺の特徴としては普通ね通常醤油の返しだと思うんですけども、ポン酢等も使用してまして、このね酸味がね、かかったような一杯なんだけど、うまい。もうこの香りがうまいっすね。ちょっといただきます。このメニュー好きだなぁ。僕個人的には汁なしラーメン界の中で多分日本一フライドオニオンが合う汁なしだと思ってるんですよ。ポン酢のねさっぱり感とフライドオニオンのこのガッツリ感っていうのが口に一緒に入った時の美味しさの爆発がすごいんですよ。ちょっとねこれに関してはもう本当に一回食べてもらわないと分かりにくいと思うんだけど、感動するうまさなんで、ぜひね気になる方はこの一杯もね食べていただきたい。もう今日は、この4杯中ね最初にいただいた3杯でだいぶしゃべり尽くしてしまったので、この好みのスーパー麺この1杯はね黙々と食ってしまいました。そしたらね本日こちらが最後の一口です。ごちそうさまでした。ということで本日はですねこちら大阪に新オープンいたします知らんけどファットンさんにお邪魔させていただきまして、今後ですね販売するメニューを4杯いただきました。今日はねちょっとプレイオープンということで実際の営業自体は明後日からみたいなんですけれども、いろいろとねお話をしながらいただきました。僕もねこの神奈川の方のハイパーファットンさんでも何回もね撮影外でももちろんねラーメンいただいたりしてるんですけど、本店に負けず劣らずの完成度のラーメンとなっておりますので、関西方面のね方もしくは大阪駅からでも一駅で来れる最寄り駅になっておりますので、観光の方でもですねこちらの知らんけどファットンさんで美味しいラーメン食べてみてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。